高等高科学校生徒とは、防衛省における、総人件費削減事業の一つであり、平成22年度から、陸上自衛隊において施行された、陸上自衛隊高等高科学校の生徒である。昭和30年に設立された、陸上自衛隊少年高科学校の生徒である、陸上自衛隊生徒は、入校時から階級を与えられる、自衛官であった。また、海上自衛隊、 航空自衛隊にも同様の生徒制度があった。これら陸海空自衛隊生徒制度の見直しには二つの目的があった。一つは政府の総人権費改革に伴う定員削減の一環であり、もう一つは18歳未満の自衛官を解消するという目的である。後者は2000年5月に国連総会で採択された国際条約。 武力紛争における児童の関与に関する児童の権利に関する条約の選択議定書を日本も2004年8月に批准したことによる自衛官である従来の自衛体制とは国際社会においては同議定書が敵対行為への直接参加を禁止する18歳未満の兵士とみなされる可能性があったこれに基づき海上自衛隊航空自衛隊は 平成19年度入隊者を最後に生徒の募集を終了した。一方陸上自衛隊では生徒の身分を防衛大学校の学生と同様の非自衛官の扱いにすることで制度の枠組みを存続させ平成20年度採用分から施行予定としていた。しかし制度の根拠となる防衛省設置法の改正が2008年の 第169回国会で成立せず、さらに2008年9月1日には、福田康夫内閣総理大臣が辞任を表明したことから、同年秋の第170回国会への法案提出が大幅に遅延し、制度改正は1年先送りとなった。2009年5月27日、第171回国会の参議院本会議で、改正法案が可決。 成立して6月3日に交付され、同年11月1日より募集を開始した。翌2010年春に、少年高科学校は、高等高科学校に改編され、高等高科学校生徒の第一期生を迎えた。なお、改編時の在校生は、高等高科学校生徒に変更されることはなく、卒業まで、陸上自衛隊生徒であった。 高等高科学校生徒の、制服高等高科学校生徒の、制服日本国籍を持つ、中学校卒業見込み者及び寄卒者の男子から採用される。受験可能年齢は、入校年の4月1日の時点で15歳、以上17歳未満であるもの。一般の高校を中退して入校してくる生徒も少なくない。奇数は、旧制度から引き継がれ、 56期生からとなった。なお、高等高科学校生徒、第2期生となる57期生より、陸上自衛隊の採用試験としては、初となる、学校推薦での採用も開始された。推薦一般生徒家庭中の身分は自衛隊員では、あるが、旧制度とは異なり、自衛官には含まれない。自衛隊の中での位置づけは、自衛隊法。 第25条第5項が定める自衛官となるべきものに必要な知識及び技能を習得させるための教育訓練に専念している隊員とされる。生徒には月額10万2500円の生徒手当を及び年2回の期末手当が支給される。生徒家庭修了時に高等学校卒業資格を得られる定員や4年経過時をもって3層に承認する点も 旧制度を踏襲する。高等高科学校は陸上自衛隊の教育機関であるため、終了時の捕食先は原則的に陸上自衛隊のみとなる。従来の気候化、特化、航空化、施設化、通信化、武器化の各職種のほか旧制度では配分がなかった職域への配属も行われている。終了後はこれら各部隊の中核を担う。 中堅隊員として活躍することが期待されているが、防衛大学校や航空学生へ進学、転換することで、幹部自衛官や海、空へ、進路変更することも可能である。この場合は、書類上では一度自衛隊を退職し、再度採用されることになる。一般の大学への進学も可能だが、在学中は受験のための外出は認められないため、 結果として人並みすることになる。なお、第63期生の場合、入学者数316名に対して卒業者数は280名であった。生徒の複製は、冬服はノーハイ色でエンジン色の飾り線を入れた、爪入りで、二つ、ポケット、全面ファスナーと目の短ジャケットの上下。ズボンはベルトではなくサスペンダー仕様。夏服一上着は、 冬服同様、二種上着は、白のスタンドカラーで襟にエンジ色の飾り線のシャツ。Y シャツは二種上着と同様で、長袖となる。帽子は、馬、翼、桜および若葉の組み合わせたものと独自のデザインのものになる。制服着用時の靴下は黒。それ以外は白である。なお、一年生は規制も含め外出時には必ず。 制服着用となるため、寄港時に着ていた私服は、付き添いの保護者が持ち帰るか、宅配便で自宅に送り返す。また一年生は携帯電話の所持も禁止である。高等高科学校生徒は自衛官ではないため、入隊時の含むの先生も、自衛官としてのものではなく、自衛隊法施行規則第40条に規定される、下記の、生徒としての先生を行う。 高等工科学校を卒業し、陸上自衛官に任官する際に、改めて自衛官としての先生を行う。私は、陸上自衛隊高等工科学校生徒たるの名誉と責任を自覚し、日本国憲法を、法令及び拘束を遵守し、常に特装を養い、人格を尊重し、心身を鍛え、知識を寛容し、政治的活動に関与せず、 全力を尽くして学業に励むことを誓います。ありがとうございます。